筑波環境エネルギーセンター並びに筑波市予熱利用施設の竣工式を挙行するにあたり、謹んでご挨拶を申し上げます。本日は大変お忙しいところ、大勢の皆様にはご列席をいただきまして誠にありがとうございます。こうして本日本施設がこのように立派に竣工式を迎えることができましたのは、これまで地元区長様をはじめといたします八代地区の皆様の深いご理解とご協力の賜物と改めて心から感謝申し上げます。また地元自治体として心身ともに大変なご尽力をいただきました小川市長様をはじめといたします筑波市職員の皆様に対しましても厚く御礼申し上げます。今後施設の稼働にあたりましては、地域住民の皆様に安心していただけるよう安全を最優先として施設運営に取り組んでまいります。結びに本日の竣工式にあたりご対応の中ご臨席を賜りました大勢のご来賓の皆様に対しまして、心から御礼を申し上げまして私の挨拶といたします。本日は皆様ありがとうございます。続きまして、筑波市小川修一市長よりご挨拶をさせていただきます。竣工式にあたりまして、私からも一言ご挨拶を申し上げたいと思います。本日はこの竣工式に大変公私ともお忙しい中、大勢の方にご臨席を賜りまして誠にありがとうございます。そして日頃からこの当施設に関しまして大変お力添えいただきました地元区の皆様、そして長野広域連合の関係者の皆様、すべてのお皆様、そしてお力添えをいただきました議会の関係の皆様に改めてこの場をお借りして御礼を申し上げます。ありがとうございます。結びになりますけれども、本日のお集まりの皆様方のますますのご健勝とご多幸をお祈り申し上げまして、簡単でございますけれどもご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。本日はありがとうございました。それでは筑波環境エネルギーセンター筑波市予熱利用施設リスパ振興スポーツ振興でございます。テープカットお願いいたします。長野インターネット補足と申します。今日は、エネルギー環境センターということで、施設が新しく開設されたと思うんですけども、それについて一言お願いします。こちら筑波市にですね、新しいゴミ焼却施設がようやく無事できました。本当にまずは、この建設に当たる皆さん、あるいは特にはですね、このゴミ処理施設を受け入れていただきました筑波市の地域の皆さんには心からお礼を申し上げたいと思います。この施設がですね、しっかり稼働していきまして、筑波市、榊町、あるいは長野市南部のゴミのが焼却施設として利用されるわけですけれども、この施設はですね、単にゴミの焼却だけでなくて、やはりこれから その環境保全に関するその教育施設、教育機関としてもですね、地域の皆さん、特に未来ある子どもたちにご利用いただきたいなと思っています。またこちらで出ました、いわゆる排熱を利用しました、
施設もございますので、こちらもぜひ多くの皆様にご利用いただきたいというふうに思います。まあ、もちろんゴミというのは私たちの日常 の中からどうしても出てきてしまう ものですけども、まあ、もちろんできるだけこうゴミは少なく出しつつも、でもこういうしっかりした施設でですね、ゴミが確実に処理され、かつその排熱などが有効に利用される、そんな施設になればいいなと思っております。熱を利用した、せっかくの熱を利用したその施設ができたということで、はい、すごく期待されるところだと思うんですけど。そうですね、特に地域の皆様にはその排熱利用のですね、施設としてぜひご利用しっかり使っていただきたいなと思っています。千曲市の千曲市の皆さんに本当にご理解をいただいて、こういった施設ができましたので、ぜひ千曲市の皆さんにはですね、大いにご利用いただきたい施設だと思っています。今後長野市というか、広域なんですけども、どんなふうにこう環境をこう整えていくとか、何かありますでしょうか。はいはい、やはり例えば環境保全、これは例えば、本日はゴミの処理の施設でございますが、やはり一つの自治体で行っていくのではなくて、やはり近隣の自治体の皆さんと協力しながらですね、ゴミ処理施設であるとか、あるいは将来に向けて その環境対策なども、取り組む必要があると思いますので、私はとしては長野市長を務めておりますが、千曲市の皆さん、榊町の皆さん、あるいは須坂の皆さん、共にですね、手を携えながら、こういった環境保全、あるいは、ゴミの問題などにも、向かっていきたいと思っています。ぜひ希望に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。今日はおめでとうございました。はい、おめでとうございます。利用するにはどんなふうにしたらいいんでしょうか。はい、こちらでね、券売機の方で、はいはい、券売機、はい、券売機はいくら。大人の方が200円で、お子さんが90円になります。はい、で、千曲市民の65歳以上の方は当日券100円でご利用できますので、はい、あとね、回数券も10回の料金で11回分ご利用できますので。回数券もあるんですね。はい、休憩室もトレーニング。休憩室、ここは休憩室ですね。はい、休憩室ですね。ここは何か食べたりしてもいいんですか。アルコール以外でしたら大丈夫ですので。でしたら OK ということで。はい、なるほど。はい、そしてトレーニングルーム、これがメインですよね。あ、メインはお風呂になりますかね。こちらの、ね、こちら千曲市の余熱利用施設ですので、なるほどなるほど、お風呂がメインになります、ね、ちょっと中入ってみますかね。はい、でこちらはですね、ご利用の際には、はい、室内シューズの方が必要になりますので、なるほど、はい、ご見学でだけでしたら、ね、大丈夫なんですけども、はい、室内シューズをお持ちください。それは自分で持参するところ。そうですね、お願いします。レンタルもあるんですか。レンタルは申し訳ございません、ちょっとシューズありませんでね。はい、ちょっとこのまま、はい、いいですか。あ、どうぞ。はい、じゃあ入ります、はい、でこちらはですね、はい、これなんですか。これは、はい、これ珍しいね、スプリウムビジョンって言うんですけれども、はいはいはい、動体視力を測ったり、はい、モグラ叩きや目の運動やね、いろいろと、はい、はい、こちらですね、はいはいはい、はい、ここスタート、はいはいはい、あ、これちょっとまだオープン、いろいろなパターンありまして、はい、このスタート3、はい、あ、カウントダウンだね、はい、これでね、こうやって押して行っていただく、これが一番簡単なもぐら叩きというかね、こういうふうに30秒間こう叩いていただきます。はい、こちらがですね、はい、お腹、腹筋ですね、はい、と背中の腹筋、はい、トレーニング、はい、おお、押していただく感じで、これでお腹に効きます。腹筋効くんですね。腹筋ですね、はい、あ、だから本当に自分で寝てやるのとまた逆、また違ったって感じですかね。ありますね、はい、あ、いいですね、これインナーマッスルも鍛えられますので、はい、はい、ありがとうございます。そして、はい、でこちらがエアロバイクが2台ありまして、こちらはね、前座ですね。そうですね、そしてこれはこちらはね、腰痛い方とか、はい、背もたれがありますので、はい、腰痛い方とかにはね、安全にできますので。こちらがね、背中ですね。はい、こちら立って、これちょっとどうやって座るんですか。おお、うるさがりですね。はい、こうやってあ、腕が腕と思いつつ、これは背中に効くんですね。ああ、はい、いいな、背中を丸めないように。うんうん、でこちらがチェストプレス、こちら胸ですね。はいはいはい、はい、ちょっと座ってみていただきます、はい、
こちらでね、胸の高さ、こちらで重さ調節できます、はい、このままグーと、はい、おお、はい、もう体中の筋肉が鍛えられると、はい、はい、こちらね、はい、大胸筋と上腕三頭筋鍛えられることができます。そしてこれ同じですか？あ、また違うんだ。また違うんですね。こっちのレッグカールこと、ももですね、大体四頭筋、はい、はい、こちらですね、座っていただいて、これ整形外科で見たことありますか？ありますか？はい、これで、はい、息を吐きながら、ここのすごいももに来ますので、はい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 、鍛えられますね、足ですね。はい、この太ももですね。あー、なるほど、はい、で、こちらも、レッグプレス、こちらは、はい、レッグプレス、はい、はい、四頭筋、ももに、はい、大臀筋、お尻に、ハムストリング、ももの裏、はい、これも背もたれあるタイプってことですか、はい、ですね。こちらも本当に下半身で、はい、でこちら足を乗っけていただきます。今度押す方だ、はい、はい、これでグッと押しながら、おお、自分持ち上げちゃうのね。はい、自分、そうです。これは本当に足に、お尻にね、はいはいはい、あ、ストレッチルームもございます。なるほど、なるほど、まだありましたね、はい、ここでまあ柔軟体操というか、そうですね、やる感じなんでしょうかね。はい、そして、はい、そしてね、こちら、はい、今度お風呂、浴室になりますね、はい、ちょっと覗いてもいいですか、はい、なぜ、はい、これちょっといいですかね、説明していただいて、はい、お風呂どうですか、ね、あ、ちゃんと敷居がついてるんですね、はい、ね、あの7カ所ね、あ、これ24時間風呂ですか、あ、24時間かけしますけど、この利用は何時から何時まで、9時から7時までになりまして、はい、で最終入館が6時半になります、はい、こちらは何か違いがありますか。違いはね、特にね、特別にちょっとじゃあ、はい、どうぞ、入らせてもらいます。一緒ですね。はい。はい。同じく。はいはいはい。じゃあ、はい、やっぱ敷居があってね、はい。あ、全く同じですね。はい。もう奥があって、お風呂が、はい、手すりがある。はい。荷物はあちらに。あ、荷物はあちらに。はい。じゃあ、ぜひ、いつからオープンなんでしょうか。定休日とか。あ、本日6月5日12時よりオープンになりまして、はい、定休日は火曜日になります。火曜日だけ、はい、土日も時間は同じですか。一緒です。わかりました、はい、ぜひたくさんの人が利用してくれればいいですね、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。